たい。皆さんやっほー、ズボラ主婦のゆみです。今週も、土曜日、お弁当あります。こんな感じです。今日は卵焼き、カニカマが入っています。あとネギも入っています。そして調味料は砂糖と醤油をちょこっと垂らして、そんな感じで焼きました。そんな感じです。そして、鮭、ピョーンみたいな、こんな感じです。そう、あとほうれん草と豚バラの炒め物、ジンギスカンのベルで炒めました。そんな感じです。っていう感じで早速いただきたいと思います。ではいただきます。我ながら美味しいです。すごい美味しい。うん、うまい。うん、ついに12月に入りましたよねって、今日突然話を振るんですけどもね、ついに12月だなみたいな感じですよね。本当に早いなみたいな。ゆみチャンネル始めて、そうですね、まだゆみチャンネルを始めて、ここに引っ越してきてからゆみチャンネルをやったんですけども、5ヶ月ぐらい経ちます。そうですね、なんかあっという間だなと思いますね。ね、そんなね、こんなんでみんなたくさんの方に応援してもらってすごく嬉しいなみたいな感じです。本当ありがとうございます。嬉しいです。これジンギスカンのタレで焼いたのでおすすめです。
うん。ね。あともうちょっとで、あれですね、クリスマスも始まりありますよね、あと4週間ぐらいですよね。あと3週間。こんなんなら早いな、みたいな。ね。皆さん、この1年どうでしたか？なんか、ね、いつになったらコロナ収束してくれるのかなっていう感じですよね。北海道もますますコロナが増えていく一方です。なんでワクチン打ってるのに増えるのかななんてすごく思うんですよね。みんなワクチン打ってるのになとかって。虫がすごい虫がすごいすごかったなと思って、なんかセミがピタッと網戸に止まったり、セミが入ってきたりとかして、なんで入ってくるのかなと思って見たら網戸に穴が開いてましたすごいもう嫌だと思って、初めての経験でした。私はと思って、これゴキブリじゃないのとか思ったんですけど、セミでしたこんな感じで、まあしょうがないなみたいな、それはもうしょうがないと思っていますそんな感じで、コメントをね、いただいて本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当ありがとうございます。なんかね、たくさんコメントをいただいて、お弁当のね、コミュニティの方でコメントをいただいた方もありがとうございます。いたん、さえこさん、えいこさん、うん、かな、そしてみかんさん、そしてみちさん、ごめんなさいね、この前コメント名前読めなくてごめんなさい、すいません。そんな感じでこれからもよろしくお願いいたします。で、他に、
動画の方でくれた、コメントくれた方ね、ありがとうございます。トントンちゃん、トモモさん、キズコさん、アユさん、ミチさん、トントンちゃん、みかんさん、藤田由美子さん、ありがとうございました。すごく嬉しいです。なんか今日ね、なんかすごい、なんかさ、すごい疲れた顔してるでしょすごいね皆さん本当コメントありがとうございます。これからもユミ頑張っていきますので、ぜひ末永くよろしくお願いいたします。こんなね、ズボラの体でズボラな格好なんですけども、恥ずかしいね、本当ダイエットも、でも体重はキープしてます、大丈夫ですっていう感じで、もしね、こんなおばさんの動画に興味を持たれた方いましたら、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたしますっていう感じで、すごい声ですよね。なんか春菜愛っぽくないですか、声やばくないですか、大丈夫ですかねそんな感じで、また来週現れたいと思いますので、またぜひ動画に遊びに覗きに来てみてください。よろしくお願いします。顔太った、なんかやだ、って感じで、すごい気にするっていう感じで、また来週、皆さん体調にはくれぐれも気をつけて頑張っていきましょう。またそれでは皆さん、来週まで、次回までお会いしましょう。じゃあねー、ゆみでした